イオンファインダイレクトさんからサンプル提供いただきました。えー、多機能のね、えー、財布型ケース。iPhone6S6。まあ、各種携帯が入って、えー、お財布にもなるというやつですね。えー、早速開封していきます。えー、iMitchell 正規品。iPhone6S6 用、財布型ケース。 本家一体型多機能ランドファスナー仕様のお金、カード、スマホも収納できるブラックをいただきましたので早速開封していきたいと思います。はい、えー、こんな商品ですね。はい、えー、なかなかいいですよね。はい、えー、これはアイ・ミッチェルと読むんですかね。アイ・ミッチェルと読ませていただきます。違ったらあすいませんね。アイ・ミッチェルというロゴが金属の。 金メッキのね、えー、金属板がここにはめ込まれててかっこいいですね、はいえー、大きさはこんな感じでサイズはですね、えー、160、えー、横が160縦が99で、えー、厚みが2 5ミリといった具合になっております、えー、これカタログ値ですねそういうふうに書いてあります、はいえー このね、えー、ファスナーもラウンドファスナーなのでね、えー、非常に、えー、開けやすい、えー、しっかりとした、ファスナーがね、壊れるともう使えなくなるんでね、しっかりとしたあファスナーですね。はい、中身がこんな感じですね。えー、さらに、えー、ストラップもちゃんと付いてますあ。革製品です。革で、えー、できておりますね。はい、えー、他にですね、iPhone 6, 6S iPhone 5S5、5C、Galaxy S6、Galaxy S5 なども収納できます、えー。まあね、いろんなのが収要できますんでね。まあ、よほど大きいのじゃない限りはあ入りますんでね。ど真ん中に、えー、携帯を入れるタイプです。で、えー、こういう感じで、革で名刺入れ、カード入れもちゃんとついてます。大きく開きますんでね。はい、えー、こんな感じです。 えこれを抜けて、携帯をここに真ん中に入れるという感じの、まあ、携帯も格納できる財布と思ってもらったらいいと思いますね。えー、ちょうどいい大きさで、ストラップも感じがいいし、このファスナーがね、えー、ランドファスナー使用して高級感抜群ですね。はい、えー、色はね、この色と、もう一つ一色ね、 えー、ブラックともう一つ、あの茶系のやつがありますね、あ茶系じゃなかった、ごめんなさい、えー、ブラックとピンク、女性用のピンク系の色がありますね、えープイ、女性用にはピンク系と、男性用にはこのブラックと、2種類あります、これ、女性が持ってもね、えー、いいですけどね。 はい、えー。2種類の色が現在 Amazon で、えー、売っております。えー、現在価格はね、えー、セール価格3800円ということになっていまして、星が5つついておりますね。えー、これね、私サンプルで行品をいただきましたけどね、大変気に入っております。非常にいいですね。皮の香りがして、大きさもいいし、えー、非常に便利。これに携帯がね、入れられますんで、 お出かけの時とかちょっとした買い物の時にね、えー、このストラップをここにつけまして、えー、手首にこうやって、えー、車を降りる時にね、えー、こうやって通しとけばね、えー、置き忘れとかもないですよね、えー、必ず手に通しとけばね、えー、つい、あのー、忘れ物にならないんでね、えー、大丈夫かと思います。こ、えー、これかかららうやってね手から 手首から外しておくとねつい置いてどこに置いたかわからなくなるんで必ずこれはもう手首に、えー、こういう状態で巻いとった方がなくさなくていいと思いますまあこれだけねいろんなもんが入るんでねこれを落とすとね大変なことになるんでねカード一式と携帯とすべてはお金もすべて落とすことになるんで、えー、まあ、この辺はしっかり自分で管理して、えー、こういうふうに手首からは離さないといった習慣をつけられた方がいいと思いますね ちょっと製品紹介より余計なことになりましたけど、えー、こちら、はい、えー、イえー、ミッチェルの正規品、iPhone6S、6用、財布型ケース、本家一体型多機能ラウンドファスナー付きの、あのーまあス、スマホ収納ができて、えー、財布にもなるという、 えー、画期的な商品のご紹介でした、えー、非常に柔らかくてね生地もいいですこんな感じでもう一度最後にお見せして終わりたいと思いますはい、えー、チャックもですねなかなかいいチャックがついてますねランドファスナーがついて、えー、こんなに大きく開口してお札もはいこんなに入れて名刺カードも全部入れます そんなあ具合で、えー、サンプル提供いただきましたあ販売会社イオンファインダイレクト JP さんが販売しております財布兼、うん、携帯ケースが一緒になった、まあ、財布と言っておきましょうの黒のブラックのご紹介でした色は2色ありますピンクとブラックそういったわけでこの辺で終わりたいと思いますではご視聴ありがとうございましたではまた